まあ、今アクトって呼ばれるツールが一括りでアクトって呼ばれてます。で、あのアクトって何の略かというとアドバンスドコンバットトラッカーなんですけど、うん、これの超ベース機能、うん、ただインストールしただけの状態って、バトルをしているとあのチャットウィンドウにバトルログが流れるじゃないですか、はい、あのモルボルはホニャララに何ダメージ与えたみたいな、そうですね、あの数字をただ足し算してるんですよ、バーって、うん、まあでもまあ、改ざんはしてない、うん、改造もしてない、うん、メモリの中も別に何ハックしてない、うん、電卓なんですよねって言われるとまあ、ね、いやでもね、外部ツールって言われたら外部ツールだからダメですよ、使ったら、うん、じゃあ仮にここに電卓置いてます、はい、片手で14しながらすげえ勢いで超人が出ますから、そういない、 ありえないけどね、うん、どうなんすかって、電卓は外部ツールですかって聞かれるともうわけわからないよ、聞くなよみたいなまあまあまあそんな点ですね。で、まあ僕エンジニアだからわかるんですけど、例えばリアルタイムにやらない、もうバトルが全部終わった時にログデータってファイルとして残ってるじゃないですか、はい、でログデータ開いてログに書かれてるテキストをコピーします、うん、で Excel にペーストします、はい、で僕開発者なので Excel のマクロすごいたくさん持ってるし作るんですよ、うん、で最初のうちは足し算をするんですけど数値だけ、はい、今度マクロで置くんでもうスタイルシートのようにしてもログファイル食わせたら勝手に計算してくれるように今度するんですよ、だって楽だもん、そうですね、ってなっていくともはや Excel は外部ツールなんですかみたいな、うん、もう不毛で僕はあの認めはしないです、ダメなものはダメなので、はい、あのその基礎機能だとしてもあの外部ツールなので、使わないでください、でその使ってることがなんかこう発覚するしないに関わらず一気に我々が急にもう全員あのアカウントサスペンドにしますってなってもあのそれはリスクなのでそこをご理解いただきたいなと、ね、思います。なのでダメです、使わないでください。ただ恐ろしく、まあこういう言い方をするのもどうかと思います、グレーはグレーです、かなり、うん、いいですね。でパーソナルコンピューターの中に何がインストールされているかは僕らは分かりません。で例えば僕がね一番嫌なのはあの通報合戦みたいなね不毛な戦いになるのが嫌なんですよ。そうですね、あの人は使ってます、うん、なんでこう僕だけペナルティを受けてなんであいつはいいんですかみたいな、ゲームはそういうものじゃないと思うんで、まあ吉田はダメだって言ってるんだから使わなきゃいいんじゃないっていう風にしてほしいんですよ。で僕あのよく線引きしてほしいってお声もいただくんですけど、はい、果てがないんです、さっき言ったように。そうですね、なの で、あとね、だったらいっそ全部禁止しろって言うんですよ、うん、まあちょっとコメントでも今あったんですけど全部って何ですかってさっき言ったようにやっぱりお使いの PC に僕何が入ってるのかはもう分からないので。そうですね、分からないし、はい、分かろうとすることも意味がないです、ね、意味がないです、でできないですし、はい、それこそ個人情報の覗き見かっていう話になっちゃうので、じゃあマウスも使えないし、マウスに5つボタンついてるのはツールじゃないのかって言われるとそうですね、どうにもならないで、まあ、この話をするとじゃあもうなんか公式で実装しろよって出るんですよ、うん、だって実装しないって言ってるじゃないですかそれはそうそう、それとこれは別問題ですよね、はい、別問題です、絶対に荒れるのね、うん、間違いなく荒れるんですよ。そんなことはない、自己研鑽だっておっしゃる方いるんですけど、パーティー募集に出ますよ、この数字を証明できる人のみ参加してください、うん絶対やらないです。これも一貫して同じこと言ってますけど、はい、公式にはやりません。だってもう道は決まってます。だって久しぶりに復帰したんですよ、だって僕。
うそ、アイテムレベルもそんな上がってないし、しょうがないやん。だけど、そうなっちゃうんですよ。これは、あの、性善説とか性悪説とかじゃなくて、どうしてもやっぱり人って効率を求め始めるので、あの、そんなゲーム楽しくないんですよ、僕。だからさっきも言いましたけど、そのツールはダメです。うん、で、まあ、こっそり使ってる人がいたとします。仮にね、こっそり使ってる人がいました。で、この人、自己研鑽だと思って自分で自己リスクでやってるのかもしれないですけど、たまたまそこに他人の通知も出ていて、うん、俺もなんか貼り付けました、ネットに。すごい、なんとなく頭にきた。これなんかツールを使ってる使ってない以前の問題に、で、あのハラスメントですか、この人の火力が非常に低かったので大変でしたみたいな、それはもうハラスメントでペナルティですからね。そうそう、あの、ここのポイントは結構大事で、うん、で最初に三好さんがおっしゃったモッドの下りと実は議論ちょっと似ていて、うんうん、パブリックの場所でエロをばらまいたらその時点でダメ、モッドがうんじゃないないって言ってるのと実は同じで、たまたま画面に見えた数字でもって、うん、よその人を攻撃に使ったり、うん、貶めたりする、うん、そこがダメで、うん、それをハラスメントですよって言ってるので、あのペナルティを受けるという構図ですから、はい、問題は実はそういうとこですよっていうところですね、うん、はい、まあ考えたら分かると思うんですよね、うん、